拍手お願いします。さあ、まずはザジーさん、はい、もうザジーというね、札を上げて、なんそれという、ありがとうございます。なんそれ、ありがとうございます。ただいま、阪神ファンの皆さんに、ザジーに見慣れていただく時間になりますので、見慣れていただきまして、ありがとうございます。手を振っていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして、もう一人、矢部圭一さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回ウルトラの夏、まあ、最終日ということで、はい、オリジナルジャージもね、お二人にも着ていただいてますけれども、はい、入るかい入るかい熱々です、はい、矢部さんがステージ裏でね、なんとかボタンを閉めようと結構ユニフォーム伸ばしてましたけれども、いや、やっぱり無理でしたね。厳しかったです。昨日も神山さんがね、着てなかったんで、着てなかったというかね、ここ開けたんで、僕も同じようにやらせてもらってますけど、今回は矢部さんとザジーさんと2人でお送りをしていくというわけですけれども、はいはい、ザジーさんは大阪のご出身ということで、はいはい、タイガース応援なんかは来られたりしてましたか、小さい頃は。いや、知ってましたね、結構。だから親が阪神ファンで結構来てました。それこそ矢部さんの試合とか、はい、今すごい変な感覚です。僕パワープロでめちゃくちゃ矢部さん使わせてもらって。僕使ってるんですか、はい。どうでしたか、その頃の矢部さんは、パワープロ。良かったですよ、やっぱり。やっぱり、はい、スライダーが。スライダーキレイキレイなんですけど、キレキレで7回までですね。スタミナがちょっと矢部さん、あれですか、パワープロ。肩で息しますから。矢部さんはザジーさんはご存知でしたかね。いやもうね、ご活躍でフィリップゲーでね、今日もフィリップしてくれるのかなと思って期待してたんですけど、はい、まあ、その前に、まあ、このね、ゲータッチでも皆さん一等してくれて、ありがとうございます、はい、ご活躍で羽がね、素晴らしいですね。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。ザジーさんにはですね、この後もいろんな出番がご用意されているということで、はい、ザジーさんはですね、試合前グラウンドイベントに MC として登場をまずはしていただきます。はい、そして試合直前のスタメン選手の呼び出しにも登場していただきます。 ありがとうございます。そして5回裏終了時には無茶振りアクション王にも登場、はい、さらには試合終了後ヒーローインタビュー前の MC もしていただくと。ありがとうございます。大忙しいですね。ですね、はい、ザジーさん、ちなみにどのイベントが一番楽しみとか緊張しそうかなと、何かどうですかね。でも初めのやっぱり選手名とかね、やっぱ緊張しますよね。スタメン発表、矢部さん、何かスタメン発表の時に気をつければいいことなどアピールされます？ミルクボーイさんが来た時、はい、糸原やないかいみたいなのありましたよね。ああ、こんな感じでやってもらったらいいんじゃないかなと思うんですけど、ザジーさんのネタを絡めてちょっとスタメン紹介。はい、はい、なかなか難しい話題が。どうなんですかね。試合前でもうね、1時間ちょっとぐらいですか、はい、もうですけれども、まあ、どんな風に発表するのか皆さんにもね、楽しみにお待ちいただければと思います。はい、さあ、そしてタジーさんは、まあ、大阪のご出身でもありますけれども、はい、まあ、去年夏甲子園を制しました智弁和歌山高校のご出身ということで、はいはい、やっぱり智弁和歌山のいらっしゃった時は応援なんかも行かれてましたか？まあ、そうですね、もう応援のイベントがあるので、もうこれ甲子園はトータル50回ぐらい来てるかもしれないです。そんなにですか？はい、やっぱり甲子園で活躍する、まあ、高校球児、タイガースの選手、やっぱりかっこいいですかね。はい、かっこいいですよね。やっぱりね、その画面越しで見るのもいいですけど、やっぱ生で球場で見るっていうのがね、やっぱりその臨場感があって、はい、はい、いいですよね。いいですね。さあ、そんな中、矢部さん、はい、現在タイガースね、これからまあ復旧区後半戦に差し掛かろうとしていますが、はい、現在タイガースは41勝45敗でセリーグ5位。まあ、ただ矢部さん、ほとんどゲーム差が今ないという。そうですね、2位から5位まではもう本当に可能性がありますんで、はい、勝った方が上に行きますし、ね、その日その日でゴロゴロ、ね、順位が変わりますけど、まずはまあだから5割ですよね。5割、今借金4つなんで、なんとか、はい、オールスターまでに返していけたらね、面白い戦いが見れるんじゃないですか。うん、今日は、まあ、ドラゴンズと戦うということですけれども、やっぱり注目のポイントなど、ね、やっぱりガンケルでしょうね。今日ガンケルが先発しますので、はい、まあ、久々の先発ですけれども、何回投げれるか、はい、このあたりが注目かなとですね。はい、ザジーさんは今日注目したい選手の方、誰かお一人いらっしゃったりされますか？うわー、でも
やっぱりそうですね、佐藤選手、佐藤輝明選手、もう今日もあの実際に球場でね、特打なんかもされていたということで、矢部さん、どうですか、佐藤選手の一発ですね、甲子園で一発がだいぶね、遠のいてるんで、今日ぐらいなんか打ちそうな予感は、ラジーさんのおかげであるんですけどね、お、はい、なるほど、ラジーさんがこの羽で、そうですね、スタンダーまで運んでくれたらなと思うんですけど、勝利の女神になりますね、ぜひともよろしくお願いします。はい、お願いします。さあということで、まあ、短い時間もありますけれども、はい、まあ、今日トークショーということなので、いろいろとねこうタイガースのあれやこれや話を、ね、繰り広げて、矢部さんなんかにも裏話をいろいろしていただければなと思うんですけども、はいはいはい、ぜひともザジーさんからちょっとこう矢部さんに、まあ、昔のタイガースでもいいですし今のタイガースでもいいですし、はい、聞いてみたいこと何かあったりされますか。どうでしょうね、だから、何でしょう、注目の若手選手というか、これから出てくるぞっていう、ああこれから出てくるぞ、今ね、昨日はベンチ入りしてなかったんですけど、キャッチャーのね栄田という選手がいるんですけど、はい、栄田選手まだデビューしてないんですよ。で昨日もベンチ外れたんですけど、はい、彼も肩ベラボに強いんですよ、でコントロールがいいから、はい、大学時代ほとんど走られてないんです、立命館大学なんですけど、はいはい、で高校が高知の高知高校で、今年ドラフト1位の森木の先輩なんですよ。彼に僕はすごく注目してますね。かなりね、はい、注目の若手ということで、どうですか、ピッチャーの方では矢部さん誰かいらっしゃったりされますか。ピッチャーはね、まあ、森木もね頑張ってるんですけど、やっぱり藤浪ですね。はい、藤浪投手、昨日2軍で6回好投して、まだね、上でこうバリバリ勝ってないんですけれども、まあ、後半戦必ず彼の力っていうのは必要になってくるんで、まあ、上がればね十分勝てるんじゃないかなと思いますけどね、はい、本当にね藤浪投手に期待されているファンの方も多いですから、はい、そうですね、ぜひとも期待したいですね。藤浪さんは多分ザジさんのこの上げ底よりもだいぶ高いですよね、190何センチあるんで、はい、今ザジさん何センチぐらいですか、これで。今ブーツ込みで190ぐらいです。195センチあるんですけど、はい、見上げますから。ブーツ履く前は身長は75なんで、75センチ、15センチぐらい上げてます、はい、そうですね。それは辛くないんですか、そんなに。もうでも慣れましたね、はい、慣れるものなんですね。あ、この間そうです、このショートパンツは子供に上げてなかったですか。あ、開けました。開けてました。ナイトスキューブ。今日、はい、何履いてこられるかなと思って注目してたんですよ。はい。そしたら同じピンクのね、女性のね、チラッと。おお。大丈夫ですよ。シャッターチャンスですか。シャッターチャンス。何枚か持ってらっしゃるんですか、ザジーさんは。あ、持ってます。はい。これ皆さんも購入できるんで。はい、あ、そうなんですか。はい。ザジーパンツ。はい。どこでですか。どこで。ネットで。はい、ネットで。あ、ネットで買えるんですね。おいくら万円です。1500円です。ちなみにザジーさんと同じホットパーツ持ってらっしゃるよと方いらっしゃったりされますか。あ、手を挙げてらっしゃいます。後ろの方ちらほらといらっしゃいましたけれども、売れてるんだよ。そうですね、ザジーさん効果っていうんですかね。ぜひぜひ。ザジーさん、他にヤブさんに聞いてみたいこと何かあったりされますか。どうでしょう、こっからじゃあタイガースが、はい、優勝を目指すとなったら、はい、この選手が活躍しないとっていう。あ、やっぱり外国人選手の、はい、今度入ってきました、はい、ロドリゲス、はいはい、彼にちょっと期待したいんですよね。が起爆剤、彼が打てばね、はい、点が入るんで、はい、ロドリゲス次第では上に行けると思いますね。あ、もう全然優勝も狙える。優勝はちょっと難しい。矢部さん、ヤクルトはもう遥か彼方に行かせない。いやいやいや、2位は十分ありますね、はい、2位は十分あります。はい、そのツバメをこう打ち落としてやろうっていうのは、いやだから阪神だけじゃ無理ですよ。それはまた他の5球団が束になって、はい、引っ張っていかないと、はい、引っ張り下ろさないと無理ですよね、うん、はい、そうですね。今、まあ、2位の広島とヤクルトが 12.5 ゲーム差、なかなかな差ですよこれ。これをねこう、縮めて奇跡の優勝というのもね、
ザジーさんちょっと見たい感じも見たいですね。もう本当にここから優勝した奇跡だと思うんで、そうですね、というか開幕9連敗から優勝した例は1回もないんですけど、はい、やったら本当に奇跡だと思いますね、はい、あれなんとかないことにならないですね。ないことにしたいですよね。それと、ね、青柳がもうちょっと早く奇跡くれたらね。そうですね、開幕からいたら彼は、ね、本当にもう受賞してますし、最初からいてくれたらなという思いがしますけどね。そうね、まあ、矢部さん、ここからタイガース、はい、まあ、交流戦は終わって、そしてここからまあオールスターを挟んで、はいはい、さらに後半戦というわけですけれども、はいはい、戦い方としてはどんな戦い方になってきそうですかね。いや、もう先発が頑張って、ね、あの盤石のリレーである、クローザーまで岩崎までつなぐという試合ができればね、あとやっぱり点取れないんで、なんとか佐藤選手ですね、やっぱり佐藤が打ってくれるのと、はい、ちょっと大山選手今いませんけども、大山が帰ってきたらまた大山が打つでしょうから、あ、その辺の打線の、ね、いかにこう点を取れるかですよね。まあ、今日ファームで大山選手に出場をして、いろいろ話を聞きますと、コーチに聞くと、はい、まあ、はい、明日広島には連れて行きますというふうに お話をしてましたんで、明日か明後日どちらかで登録されるかもしれないと。そうですね、ということなので、ぜひとも、ね、そのあたりも期待して、うん、この後も試合を見ていっていただければと思います。さあ、というわけで、長らくお付き合いいただきましたウルトラトークショー、このあたりでお開きというふうになるんですが、矢部さん、はい、今日、まあ、ドラゴンズ戦ということで、はい、まあ、もちろん勝ちますよね。ええ、もちろん勝ちますよね。はい、もちろんです。今日はね、はい、ガンケルはサンデーガンケルでやってくれると思いますよ、はい、今日、まあ、ザジーさんもこの後お付き合いいただきますけれども、はいはい、どんなところ今日は期待してますか。やっぱり久々の佐藤の一発ですね。佐藤の一発、矢部さん、はい、はい、見たいですね。見たいですね、はい、ザジーさんは楽しみにされているところ今日ありますか、何か。いや、でも、もう、いやでも昨日みたいな接戦もまあ見てて楽しいんですけど、やっぱ圧勝みたいですね。そうですね、もう暑さ、巨人戦だよな、暑さを吹き飛ばすような、はい、打線大爆発で今日勝利をして、ね、さらに順位を上げてもらえればと思います。さあ、ということで今日は矢部圭一さん、そしてザジーさんにお付き合いをいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで、あ、手もね振っていただいております。